さあ、それでは大変長らくお待ちどうさまです。スペシャル決勝コーナーへと移りたいと思います。本日、トップバッターを飾っていただきます、相川ま、まさきさんでございます。ふるさとは天草というね、熊本の方の歌を歌っております。それでは、相川さんよろしくお願いしたいと思います。拍手を持ってお迎えいただきたいと思います。改めまして皆様こんにちは、川崎歌謡祭には初めてお邪魔をさせていただいております相川まさきと申します。あ、すみません、まだ1曲しか歌ってないんですけどいいですか。ありがとうございますありがとうございます、1曲目に聴いていただきました歌がふるさとは天草という歌です。天草ってどこにあるか知ってますか。天草です。天草ですか。あら、嬉しいです。僕は天草があります熊本県の、僕は八代市というところ出身なんですが、まあ、ご縁があって天草の歌を歌わせていただいて、昨年は長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産というのが世界遺産になりました。その応援歌、天草イメージソングとして発売させていただいた歌で、まずはこの1曲を名刺代わりに歌わせていただきました。ここからの時間、相川まさきの歌で楽しんでいただけますよう精一杯歌わせていただきます。どうぞお付き合いなどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。まあ、熊本の歌まず聴いていただきましたが、相川まさきも今日は初めてこのね、川崎歌謡祭お邪魔させていただいて、ステージがまたすごいですね。なんか銀座のクラブかなんかキラキラしてるなと思ってお邪魔させていただきましたが、まあ、夏希さんにまたご紹介をいただいて今日のステージとなりましたが、相川まさき自身は、実は来週
3月の5日がデビュー日です。そして3月の5日が誕生日です。珍しい人だと思います。誕生日にデビューをしました。デビューは今度が12年目に入ります。年はいくつと思うんだろうと思いますが、すいません、28でデビューをしたので今度で39になりますけれども、でもこうやっていろんな歌を、そうですか、そんなに若くはないと思うんです。ラブヘイさんがさっき、ね、イケメンだとか言っていただいて、デビュー当時はですね、10年前は石川遼に似てるねと言っていただきました。最近はどうやら香川照之しか言われませんでもそうやって、12年目を歩ませていただいてますが、今一番新しい曲のタイトルが幸せの仮という歌です。とてもメロディーとしてはちょっとテンポのある曲です。そして皆さんに愛の手をぜひやっていただきたいと思います。この愛の手を入れると、やっぱ歌のタイトルのように皆さん幸せになりますので、ご利益があると思います。歌の終わりがですね、あなたには幸せのトントン、早かったですね、よかったです。あなたにはトントン、幸せのトントン、ここに2回ずつきます。じゃあちょっと横練習いきましょう。あなたには幸せの、すごいこんなに揃ってるところ初めてだ。それでは相川雅紀の一番新しい曲です、幸せの仮、聴いてください。あなたがいなけりゃ生きることさえ投げ出していたかもしれないわ。その苦しみを、悲しみをどうぞ預けて、この胸に。いきますよ。あなたには幸せの仮があるの。闇より一つ小さな明かりくれた人、この世のどこにも居場所がないと泣きぬれて、いた日を思い出す。そばにいる、そばにいる、何も聞かずにそばにいる。あなたには幸せの仮があるの。何も聞かずにそばに
幸せの光があるの。ありがとうございます。皆さんのトントンもバッチリ揃っておりました。とっても多分皆さん今日も明日も幸せになると思いますので、ぜひ ありがとうございます。お花もいただいてありがとうございます。ありがとうございます。おーすいません、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、愛川の歌もう一曲お付き合いいただこうと思うんですが、まあ、愛川も12年間いろんな歌を歌わせていただいて、今歌ったみたいなちょっとポップス調の作品もあります。でも大体が低音域の作品が多いです。なんかどうやらあの低音域は美川さんの声によく似てるねと言われます。雨の降る夜はモノマネは全くしてません。これは地声で低い声を出すとこういう声が出るんですが、でも次に聴いていただきます歌は全く逆に低音域ではなく、ファルセットも裏声も使っております。歌を通してやはり皆さんに元気になっていただいたり、笑顔になっていただいたり、また気持ちがどうしてもへこんでいる時にはその気持ちに寄り添うような歌を届けたいという自分自身の思いと重なる作品です。花という歌聴いてください。Oh,
それぞれの花心に宿す。ありがとうございました。相川雅紀でした。この後は夏木和美さん、そして小倉庄司先輩のステージが待っております。お楽しみください。ありがとうございました。雅紀さん、雅紀さん、ダメなら俺が代わりもらったって。ありがとうございます。なかなかね、高青年でね、昔石川遼に行ってたんですって。で、今香川照之になっちゃってね。まあでもね、すごい素晴らしい高青年で、もう一度拍手をください。ありがとうございます。これなかなか不安なんでしょ、皆さんね。まあ、ね、いい男なんで、公演はね、言ってるんですが。さあ、それでは今日の主催者でございます。夏木和美さんと、それから、高橋真一さんのデュエットでお楽しみをいただきたいと思います。もうたくさん待ってると思います。それでは、夏木和美、高橋真一さん、お呼びしたいと思います。ギュッとしてから参りたいと思います。拍手を持ってお迎えください。
ぎゅっとぎゅっと抱きしめて、ずっと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 そばにいて、だからぎゅっと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 抱きしめたら、二人のハートもぎゅっとして、もうちょっとこっちだったすいません、今4代目で頑張っております、ね、もうこのギュッとしてもね、夏かずみちゃんでね、4代目ということで、今日あの頑張って太い腕出して頑張ってますよ決して太くありませんのでもう初出しですからねもう二度としませんから、はい、それではあの2曲目 そうですね、あのエデンの園で会いましょう、秋元順子さんの、ね、歌なんですけど、あの作曲してるね花岡雄平先生が、あの秋元順子さんのねコンサートで、あのやっぱりこう秋元さんのね曲にハモリを入れてね歌うっていう感じで、雄平先生の、同じようなバージョンでやりたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。君めき
げるあなたを情熱のままに燃え上がれ熱く愛という命よ。この星はいつか次元さえ超えて振り返る時まで。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次にいたずらという曲を聴いていただきます。今高橋茂さんの作詞作曲で今頑張っております。どうぞよろしくお願いします。Oh
ました。ありがとうございました。それでは最後に小金沢昭治さんの総合プロデュースで作っていただいた曲を聴いてください。風を待ちながらです。はい、ありがとうございました。名曲ね、翔ちゃんがプロデュースしました。とてもいい曲でございましてね、皆さんに、楽しんでいただいて、おります。夏木和美さん、これからも一生懸命頑張ると思いますので、はい、皆さん、今後応援よろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。それでは、はい、そうですね。それでは本日のスペシャルゲストでございます。
やっぱりあのね、かずみちゃんとかそれから僕も、消費者には随分お世話になってます。実は今日四国の方から帰ってきたばかりでございまして、この間消費さんの素敵な歌声をこれから何曲か聴いて皆さん、ね、大いに楽しんでいただきたいと思います。今日はあのこうちゃんね、小雪大花さんも、一発目に踊りをご披露してくれます。このまたね、そんなジョイントは何とも言えないです。それでは参りたいと思います。大変長くお待ちどうさまでございました。小丸川商事オンステージ、まずはこの曲、北の三代目から参りたいと思います。ここで夏木かずみさんから翔士、さんに花をプレゼントしたいと思います。あ、すみません、申し訳ない。もうあれ何年経ちますかね、翔士さん の, あのプロデュースで。もう今年で4月で2年2年でしょ、2年です。2年ですか、あっという間ですよね、みんな年を取るわけでございますね。あの、そんな個人的な話しないでくれる。別に45も48も変わらないから。それじゃあ花をね、はい、はい、ありがとうございました。あとはじゃあ、翔士さんに任せまして、翔士さんの素敵な歌声、皆さんが聞きたい歌、たくさんあると思いますが、その中から何曲か、ピックアップ、願い一条戻りまして、そういう人は大体2万円くらい俺のとこ持ってこなきゃダメだ。まあ、それは冗談ですけれども、この後、我々翔士さんの素敵な歌声、はい、
何喋ってんの。あ、何喋ってんのね。何喋ってんのか自分でも分かんないね。これ持ってったよ。ありがとうございます。美味しいですよ。はい、じゃあ楽屋に置いてください。それでは、おめでとう正直楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございますね。あの、皆さん大丈夫、聞こえてますか。大丈夫ですか。大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。あの、モニターがですね、ここまで下がんないとダメなんですよ。で、ここまで下がっちゃうと僕はね、あんまりしないんですよ。ここまで来ちゃうんで、だから余計いけないのかもしれないですけどね。だからモニターをもうちょい前の方に向けてもらえればね。すいませんが、よろしくお願いします。ありがとうございます。さて、小金沢商事ももう早いもんで35年経ちます。早いですね。35年ですよ。ってことは年齢もいってるってことですよ。ちょうど8月31日で35よ。ありがとうね。還暦迎えました。いやいやいや、拍手はいらないよ。拍手はいらないんですけどね。いや、でも早いもんですね。還暦になるとこう子供に帰るとか、回って回って回っていくみたいなこと2種類。なんだよ、いらないよ。 赤いやつね。はい、すいません、ありがとうございます。じゃあこれ持ってて。はい、はい、一緒。はい、はい、ありがとうございます。はい、すいません。いやー、ありがとうございます。すいませんですね、気遣ってもらいまして。他にあの気遣ってもらう人もいればいいですけどね。あの、できたら、できたら封筒の方がいいんだけどね。まあ、まあそれは冗談ですけどね。さあ、それでは今まで35年間で歌も僕は多分100曲以上いってると思いますね。まあ、A 面 B 面入れるとね。まあ、その中でもいい歌を皆さんにお届けしたいと思います。最初は「ひとひらの雪」から始まるメドレーです。札幌、あなたと二人。
した月優しさにもう一度会いたくて訪ねてきました。北の町と聞いていただきました。まあ自分からねこんなこと言うのも失礼ですけど、3曲ともヒット賞をいただきましてね、本当ありがたいですね。皆さんが買ってくれないとヒット賞にならないわけですよ。それでその当時はですね、もうこの3曲はもう今から20年近く前になりますんで、その当時はですね12万枚ぐらいいかないとダメなんですよ。で 今の時代4万ですよ。だけどね、皆さんのおかげでヒット賞をいただいたっていうのはありがたいことですね。これも皆さんに感謝するしかないですね。で歌手はですねこういう場所を作ってくれないと困っちゃうわけですよね。っていうか仕事がないわけですよ。それでやっぱりこういう場所を作ってくれないとなかなかね皆さんの前で歌う機会がないわけですよね。で今やっぱりカラオケが盛んなんで、カラオケでねちょっと聞いたらもう覚えちゃって、それで間違っても何しても今いいみたいですね。これ全然平気みたいですね。だからまあ俺も昔はですね、いやこれこうした方がいいんじゃないですか、ああした方がいいんじゃないですかって言ったりなんかしたんですけど、今はもう何にも言わないですよ。あどうぞどうぞみたいなね感じですもんね。それがなんかいいような気がしないでもないですけど、ちょっと僕行きましょうか。行かない方がいいかな。いやそう思ってるだけなんですけどね。いや行きましょうか。じゃあそこからね、じゃあ話しながらもなんですから歌を歌いながら行きましょうかね。まあこの歌はね僕はヒット賞もいただいて、去年、一昨年ですかね、約3年前に出しまして、昭和の花っていう歌があるんですよ。これがね、まあ良くてね、実はもうこの歌を歌う楽しみができました。これは皆さんのおかげだと思います。行きましょう。昭和の花です。
夢にはぐれた時代の川で生まれそうだったあの川渡るとき俺の心のほとりに咲いた女一輪昭和の花よ。座ってなさい。もうさ、そこだけじゃないでしょ。皆さんね、気持ちがあるんだから。でも、ありがたいですよね。だってこういう機会じゃないとさ、会えることできないじゃないですか。でもこういう機会を作ってくれるってことは、ありがたいことですよね。なんかまあ、こういう話するのもあれですけども、父さんはもう24、5年前に亡くなっちゃっていないんですよ。で、大好きな大好きな母さんは8年なのかな、8年前に亡くなっちゃいましたね。で、だからっていうわけじゃないんですけど、まあこの歌を歌うとなぜか母さんを思い出しますね。父さんはどっか行っちゃったね。俺も男だからそうなんのかな。なんかどうしても男の方がよりそうかもしれませんけど、母さん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 ってずっとなっちゃうかもしれませんね。で、家帰ると僕もお子さんみたいな子がいるんですよ。それで男が2人いるんですよ。で、奥さんみたいな人もいるんですけども、だけどなんかね、男2人、僕の小金沢家っていうのはね、意外と女性が多いんですよ。で、父親の方は父さんが長男で下4人女ですよ。で、まあ、母さんの方も女性が多くて、それで、まあ、実はですね、相模川ってあるんじゃないですか。相模川の厚木のね、相模川の近くに僕住んでたんですよ、小学校2年まで。それで相模川にね、その時は川も広くてね、で父親が溺れて死んだふりをしたりとかね、
まあ、そんなことも経験しましたけど、なんかそれはそれでいいのかなと思っちゃいますけどね。さて、それでは歌に行きたいと思う。ちょっと脱線しちゃいました。願い一条戻り橋という歌がありますので、この歌はいい歌だと思います。皆さんもぜひ覚えていただきたいと思います。行きましょう。願い一条戻り橋という歌です。聞いていただきました。皆さんにちょっと言うのを忘れてたんですけど、この衣装、なんて言えばいいんですかね、玉虫って言った方がいいのかな、いろんな色に変わるんですよ、光の関係で。だから今こういう色ですけど、またね、皆さんのとこ行った時は違う色に映ってたかもしれないですけど、まあいろんな、今日も十何着持ってきたんですけどね。いや、笑いだけは笑ってもいいんですけど、で、俺は笑わないんですけども、だってね、決まってるんで何しようかなっていうのがね、それで玉虫にしました。だけどやっぱり皆さんにね、何がいいかなとかね、これがいいかな、あれがいいかなって、やっぱり映ってる僕を皆さんが見るわけですから、皆さんの感覚とまたちょっとね違うかもしれないですからね。なんかそこら辺もちょっと問題じゃないかなと思いますけどね。ありがとうございます。素敵よって言われてね、ありがとうございます。さて、まあ父さん母さんの話もしました。で、まあ母さんはね、好きだっていうのも言ったと思うんですけど、まあ僕はですね、どっちかっていうと
母さんに似てんですよ。ってじゃあ父さんを紹介したいと思います。父さんはごっつい人で、顔もごっつく、体もごっつく、手なんか僕の倍以上ありました。でぶっ飛ばされたこともあるんですけども、まあ、そういうでかい父さんも見ましたけど、母さんはまあ綺麗。もう僕が言うのおかしいですけど、本当綺麗で、僕はですね、まあ、母さんに似てると思いますね。それでね、なぜかというとね、あの父さんと母さん比べちゃうとどうしてもね、そうなっちゃうんですよね。まあ性格の方はお互いかもしれませんけどね、両方に似てると思うんですけど、なんかそんなような気がしますね。さてちょっと脱線しちゃいました。最後はありがとう感謝を歌って皆さんとお別れしたいと思います。さあそれでは本日お越しの皆さんに感謝を込めて、ありがとう感謝でお別れしたいと思います。ありがとう、ありがとう、言い尽くせない、ありがとう。思い起こせば数えきれない、多くの人に出会いました。迷惑かけたり心配かけたり、犯人前の僕でした。だけどこうして歌を歌い、夢を紡いで来られたのは、あなたがいるから、あなたがいたから、あなたがいつもいつも見てくれた。切なあなたへありがとしい時来たと言うけど、寂しい心払わない、酒に飲まれて電話で怒鳴って、大人になれない僕がいる。だけどこれから明日を信じて歩いて行ける気がするのは、あなたがいるから、あなたがいたから、あなたがいつもいつも見てくれた。ありがとう、ありがとう、勇気をくれてありがとう、ありがとう、ありがとう、兄弟友達ありがとう、ありがとう、母さん、ありがとう。
者を褒めてありがとう、ありがとう、また会いましょう、ありがとうございました。小森田翔さんでございました。翔さんね、歌とかそういうんじゃなくて、今日の出演者がどうしても皆さん、翔さんと写真を撮りたいステージで、ぜひ写真をどうしてもお願いします。そんなの後でいいんだよ。なんで今あのまとめて皆さん言ってもらえるだけ、皆さん撮っていただいてよろしいですか。やっぱりあの翔さんと皆さんお写真を撮りたいということでございますんで、いや入んないんじゃないかな、ああ入りますか、みんな入るようにちょっとね急いでいただけますか。翔さんこの後またなんか入ったんですいませんが急いでいただいて、それじゃあどなたのカメラでしょう、入りますか、はい、入ります、じゃあ行きます、じゃあ、はい、皆さんカメラ持って行きますよ、せーので、じゃあ一斉に撮って、あ、僕邪魔、すいません、邪魔って言われちゃった、俺邪魔って言われたら初めて。それじゃあ横山やす師匠の隣で、それでよろしいですか、行きますよ、1、2、3、はい、どうもありがとうございました。よろしいですか、皆さん。サプライズで申し訳ないです。ありがラビエさんの罠にはまってしまいました、小金沢さんでした。皆さん、どうしても写真撮りたいって言うの。ありがとうございます。俺じゃダメかって言ったのよ。俺じゃダメだって。前に立つな。あ、立つな。で、本当ですよ。小金沢さんの前出さないでください。でも今日はありがとうございました、本当に。プロデュースとかいろいろやってみました。小金沢翔さんでございました。改めて拍手を送りたいと思います。この後どっかラジオ行くんだってな。大変だ。この後みんなで祭りを歌います。はい、これね、あの親父の歌なんかこう歌っていけないと本当はね、翔さんの前。でも皆さんは大丈夫です。それではみんなで最後祭りで締めたいと思います。それではよろしくお願いします。ご存知ですかね、祭りね、もう皆さん多分知ってると思うんですけど、あれ曲が出てこないな。ね。曲が出てこない。あの客席の皆さんもご存知、皆さん、それ見ながら歌ってください。どうぞあの見ながら歌っていただきたいと思います。それでは祭りで締めくくりたいと思います。どうもありがとうございました。またお会いしたいと思います。それでは祭り皆さんで歌いましょう。
お買い上げいただければ楽しいとになります。